ょっとつけすぎたかもしれない。すごい。ちょっと冷やしてから進もうかなと思って。もう何してんのよ。30分ぐらいドライブしたところにあるハイキングトレイルに行って、そこからハイキングを、ちょっと軽いハイキングをしようと思って出てきました。ほら、ここ、あ、番号書いてあるね。ハイキングピクニックテーブルに。ここも一応デイユースエリアみたいなことになってる。今ここから、今駐車場ついてここから歩き始めます。多分ね、2、3時間ぐらい、本当に軽いハイクって感じ。すごい、平地だからめちゃめちゃ楽。あ、でも着いたじゃない、もうそろそろ。あの岩場な感じだったじゃんね。でもまだ下に行くんだ。なんで高いって感じになったの。こんな感じだったね。まだだったね。でももうすぐだよね、多分。まあね。まあね。もう今ちんたらちんたら喋りながら歩いてるから。本人がもう今日8000行ったって。8000行ったって、まあ、分かる人 2、3人ぐらい分かるんじゃない。今日朝行ってないよね、もちろん。着いた、湖に到着。いいね。家で作ってきたベーグルサンドイッチ4個のうち2個持ってきた。お昼、イエーイ。ハラペーニョの方かな。ハラペーニョじゃない方。ハラピーノじゃない。え？ハラピーノじゃない。ソースじゃないよ。ベーグルがハラピーノじゃ。あ、そうだね。ソースのこと。辛いものかなみたいな話になってて。あ、ハラピーノだ。逆。普通？じゃあ後で逆食べればいいね。普通だ。プレーン。いただきます。今うちらともう一組しかいない。さっき言った二組帰ったから、今うちらも帰ったら彼女たちあれだね、もうプライベート湖だね。駐車場に戻ってきた。車に戻ってきた。今2時ぐらい。ちょっと B さんに帰る。この近くに見どころがあるはずだから、ちょっとそこまで向かう。ここ右に行ってたらまっすぐ行くだけ。Turn right onto Albert.今州境、州境っていうの、州境を越えて隣の州に入ってきた。
今ちょっと工事中でクローズしてる。いやなんかね、トレイルクローズしてるのはしてたんだけど。トレイルがクローズしたのはしたんだけどさ、駐車場までクローズしてるとは知らなかったの。あ、もうここだ。ここがもうここだ。クローズしちゃってんだ。じゃあダメだね、これ。どっか好きなところで。あー、でもちょっと見えた。ちょっと川が見えた。Turn left onto British Columbia 93 North. ちょっと好きなところで U ターンしてください。いつも見える山が全然違う形でこっちから真正面で見える。アルバータ州に戻ってきた。どっかピクニックする？でももうどうせ家に向かうんだったらちょっともう泥だらけだから着替えたい感もあるよね。あと多分ベーグル1個じゃ食べないからどうしようかな。ベーグル1個例えばカスケでポンと食べないといけない。それか家でもうコーヒーとか入れて水筒作り直して面倒くさい。じゃあちょっとなんだ何ピクニックで食べようと思ったけど間違えて家の方向に高速入っちゃったからもうこのまま家に帰ってご飯食べてから出かける多分って感じでになりました。街に歩いて出てきた。なんかご飯食べたらすぐ出かけようと思ったのにやっぱり案の定ゴロゴロして本人が寝ちゃったよね。でね、私も起きてたけどダラダラしててなかなか寝られなくてやっと出てきた。そんでさっきのハイキングパンツから履き替えたんだけどこれこの間買ったズボン。どうだろう楽なようね。なんか今このサイズがぴったりすぎて本当にサイズがでもこれより1個大きいとめっちゃブカブカだったからこれにしたんだけどよくわかんない。楽なのがいいなと思って買ったんだけど楽かどうかがわかんない。足回りは楽だけどウエストがぴったりすぎる本当だから座った時そんなに楽じゃないかもしれない。あーいいね今6時過ぎこんなにさんさんとしてるよ天気が太陽がただ単に街をブラブラしてる。郵便局も行きたかったけどもうちょっと6時だから間に合わない。青いね川きれいきれいきれい川まで来たかな。あホミあの橋渡って反対側行ってみようか。あっち側、あの紅葉してる方。川の反対側に来た。めちゃ綺麗。ちゃんと動画で伝わるかわからないけど。この感じ、今の時間だけだよね、夕方だけ。ちゃんと撮れてるかな？すごい綺麗。あ、なんか泳いでるよ。あれ？泳いでるよ。違うの？あそこだけ波？あ、木があるのか。引っかかってんのか。泳いでるかと思った。あそこにカモの皆さんがそして奥で市民の皆さんがバーベキューして怒っている。ほらほらカモ。あこっちにもいる。泳いでる。あちょっとずつ今水の中に入る。あいいね絵になるじゃないですか皆さん。これほらねこう 山に向かってさ2グループ。こっちの方が川が広く見える。
ちょうどここが曲がってるからな。すごい、うん、幅が広く見えるし、幅が広く見えるし、うん、迫力がすごい。そう、明日わかんないよ、天気にもよるよ。マックとかどう？クーポンちょうどさ郵便局に入ってたしさ、景色めっちゃ綺麗じゃん。マックによって、うん、マック食べてから空港に向かったら、あ、違う違うか、何その顔。あ、それは違うんですか。え、せっかくのあそこ行くのにね。せっかくのどこ行くのに、あのカルガリー行くのにって。でもカルガリーにその景色がいいとことかないじゃん。でも食べたいものないって言ってたじゃん。寿司。え、逆に天気いい日だったらカルガリーご飯食べなくてこっちの方で食べる方がいいでしょう。話がつかない。つかんし。